なんか今日さ、めっちゃ唇腫れててさ、なんかふっくり、いいことなんですけど、こんばんは。寒い、なんかさ、いつも寒いって言ってる、なんか パジャドラ楽しかった、ありがとうございます。よかった、楽しんでいただけて。パジャドラって楽しいよね、すごい好きなんだけど、割と好きな公演ランキング上位、一番はリセットが好きなんだけど、その次2番目に好き、パジャドラ。今日は割と暖かい方だと思う。いや、思ったんよ、それは、それ思いましたね。お昼はね、逆になんか暑かった、日差しがすごい照ってて暖かかったね。パジャドラ公演で好きな曲ある。パジャドラは何が好きかな。マヨネーズ。なんだろうな。テレポートと二人乗りが好き。なんか好きな曲と踊ってて楽しい曲って違くて、意外と好きな曲は曲調が好きなのが二人乗りとテレポートが好きなんだけど、踊ってて楽しいのは2 years と、あ、でもテレポートはどっちも好きかな、踊ってても好きですね。え、あのね、白いシャツも結構好き、いい歌詞あれ、白いシャツよ。なんか割とね、暗い曲より明るい曲調の方が好きなんですよね。だからなんだろう、なんかそれこそテレポートとかめっちゃ好き。したいね、でもでも、どんなに会いたくても、ここしか知らない。あと、あの、こうやって手合わせるやつ。でもね、ドラさんで天使したいねって言ってて、激エモよ。3年前に1回やってるんで、3人で。
3年越しの天使の尻尾ちょっと激エモじゃない、色も合わせちゃったら激エモじゃないとか言いながら昨日ね話してた、昨日ね話してたんですよね。9周年か、じゃあ2年前かな、どっちだったっけ、なんかちょっとあんま覚えてないんですけどあんま覚えてない、そのぐらいじゃあんま覚えてないんですけど、どのユニットもしてみたいね。パズドラは好きですね、全部てか全部好き、何も好き何でも好きですね。あ、とても変わったのから離れなくなった、でもでも涙逆転ね、何がとは言わないんですけど、あんまり期待してしないでください期待しないでおいてください。逆転おじさまはちょっと多分無理なんで、でもねパシャドラはね、あのねユニットと全体ポジが紐づいてるので、特別なことがない限り、イレギュラーなことがない限り、だからね他のユニットに出るってなるとね、あの全体ポジを覚えなきゃいけないっていう、ちょっとね大変なんですよね。それはすごい、だからねちょっときちんな、本当はねドラソンで逆転とかしたかったんだけど、割とさなんかなんだろうなんかねもうちょっと前からねお願いしとけばよかった、ちょっとギリギリすぎました。いろいろねあるのでね、ポジションの兼ね合いが最初の方ずっとソファーやってたのがさもう懐かしいよね。最初ずっとソファーだったのに気づいたらなんかレジスタンスとか奇跡とかやるようになって、あソファー好きだな、それか曲曲なんか今日顔がでかい、小さな傘しかなくなって、おお。
れが気に、いい歌詞いい歌詞ばかりじゃない、なんかさ、歌ってたりとかさ、流れ曲聞くだけだとさ、割と流れで聞くことが多くてさ、やかって、で歌うもさ、なんか流れで歌うことが多いからさ、あんまり歌詞、なんかわかる、歌詞ってさ、しっかり見ないと入ってこなくない、その歌詞カードとか、その歌詞を文字にしてしっかり見ないとなんか入ってこないじゃん、歌詞って。だからさ、なんか改めてさ、歌詞カードとか見た時にさ、あ、めっちゃいいこと書いてないみたいな歌詞多いよね、結構って思いますね。朝の電柱に、うわ、めっちゃいい歌詞、やば、泣けてくるわ泣けてくるわ、心の恥の、やっぱ晴れの日ばっかりじゃないっていいね、素敵な歌詞、とても素敵です。昨日の成人式メンバーの晴れ着綺麗だったね、綺麗だった。なんかさ、楽屋でね、ちょうど会ったんですよ、パジャドラの途中、パジャドラの開演前にみんな来てて、メイクとかしてて、でパジャドラ終わって、ちょうどお見送り行く前ぐらいにみんななんか全部着付けしてて、終わって今から出ますみたいな感じだったんだけど、そう、すっごいね、可愛かった。みんな会えたんだけど、いおりだけ会えなくて、そう、いおりだけなんかいなくて、他の子は会えたんですけど、生で見れたんですけど、可愛かったね、めちゃくちゃ似合ってた、本当に。今日中、今日中、ドライリン、頭から離れない子なんだ。ゾーンに入っちゃった。ソファーに。さやかさ、なんか一回ハマったらさ、エンディングしちゃうんですね、その曲を。っていう癖が。あ、待って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 、さやか、歯医者の予約をさ、変更しなきゃいけないんだけどさ、いつまでだろう、何時までだろう、この歯医者、あ、やば、営業時間外、あ、17時まで、あ、19時まで、あ、終わった、明日の朝一電話しよう、はぁ、なんかさ、すぐ忘れちゃうからさ、あの、LINE のリマインくんにめっちゃ助けられてる。歯医者予約変更電話。何時に起きるかな、明日。何時からだろう、明日。何時からだろう。そのスケジュールまだ来てないな。まあ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 、この辺には来てるでしょ。あ、間違えた。あ、違う。明日の
リマイクマジ便利、本当に世界変わった。出会って結構前からあったけど明日忘れずに電話しますと。皆さんが苦手なんだよねこういう電話、なんか緊張しちゃう。でもね前に比べたら慣れたけど、本当に前は電話が苦手な人だったから。今日さ街でねエスカレーター降りてたわけですよ。そしたら後ろからトントンってされて、エスカレーター乗ってる時ね、後ろからトントンってされて、え、友達かな、知り合いと思って振り向いたら全然知らない人で、でえ、なんだろうって思ったら、なんかあの髪巻いてるじゃん、今日髪巻いてるんだけど、なんか髪めっちゃ綺麗って思ったんですけどみたいな言われて、何ミリのコテ使ってますかって言われて、知らない人だよ全く知らない人に、え、なんかちょっと関西弁っぽかったから多分関西の方なのかな、女の方ね、そう、え、何ミリ使われてますかって聞かれて、あ、多分32ミリだと思いますって言って、で、外巻きですかって言われて、あ、全部外で巻いてますって言ったら、あ、わかりました、ありがとうございますって言われて、えっと思ってめっちゃびっくりした。初めてだよ、そんな街中でさ、なんか巻き髪綺麗ですね、何ミリの子で使ってますかって言われたの初めて、当たり前だけど初めてで、そうびっくりした。そう、女の絶対最後より年上、全然年上だと思う。びっくりした。そう、話しかけれるのすごくない？いくらさ髪が綺麗だったとはいえ女の方に、そうびっくりしたね。最初さ、なんか街歩いててたまになんかあるんです、お姉さん髪綺麗ですねみたいな、女の方でもね、そう、なんか美容室なんかこれ今やってるんですけどいかがですかとか、なんかすごいこういうなんか美容系の勧誘みたいなのあるんだけど、なんか最初それかなと思ったんだけど全然違う。その何、そのなんだろう、あの全部外巻きですって言ったら、ありがとうございますって普通にどっか行ったの。そうだからね、びっくりした。本当に聞きたかっただけなんだなっていう、うん、でもなんか女の方だったから良かったし、全然そのすぐ多分聞きたいことだけ聞いてすぐどっかに行かれたから怖くはなかったんだけど、あの男の人だったら怖いし絶対なって思った。全然いいんだけど、ねえ、びっくりした。大阪だと割とあれだし、あ、そうなんだ、なるほどね。全然あのすいませんとかじゃなくて後ろからトントンとされたの、びっくりしたよね本当に。なんかいい人そうだった知らんけどなんかまあまあまあ全然それぐらいだったらいいかなみたいな。ね、そういうこともあるんだなっていう、あえてあれ、そういうこともあるんだなっていう経験、びっくりした。貴重な経験をさせていただきました。それか男の人だったら会話すらしないと思うよ、トントンってされて後ろ向いて男だったら、あ、すいませんって言ってどっか行く怖いじゃん、だって。
ね、嬉しかったですね。でも多分家出たてだったからめっちゃ綺麗だったんだと思う。多分今はねもう落ちちゃったから、もうほら全然汚いっていうかゆるゆるなんだけど、家出たてだったから、ね、マジで綺麗だったその時は。巻きたて巻きたて巻きたて。ザラに行ったんですけど今日久しぶりに、めっちゃ可愛くて、なんかウサギの白のニットでウサギの赤いね、ウサギのが真ん中にドってあるニットがあってめっちゃ可愛かった。あとなんか茶色ベースで人参、ボタンが人参になってるのね。そう、それとかめっちゃ可愛かった。あとお花柄のなんかカーディガン、ニットっぽいカーディガンっぽいのがあってめっちゃ可愛かった。でもねセール対象外だったのでやめましたやめました。節約節約。なんか割とその本当に欲しかったら一回持ち帰ってもまた行こうってなるじゃん。だから本当に欲しかったら買うかもしれないけど、まあ今のところ一時のあれ。サイカって直感外れるタイプなんですよ。なんか服とか物の物系の直感は割と外れるタイプだから、なんか買っていらなかったらなんかってことが意外とあるから、いらない、あんま やっぱいらないわみたいなことが意外とあるから、一回ね最近は服買うときはね持ち帰るようにしてる。ただねちょっと高いんだよね。なんか普通からしたら多分高くないんだけど、さやか金銭感覚が小学生で止まってるから全然高く感じちゃうんだよね。そうだからね一旦持ち帰り。可愛かったな。でもお年玉ね使いたくないんだよね。それか崩したくなくて、お札を、大きいお札を、が諭吉とかなんか崩したくないそうそうそう、私なんかちょっとお年玉使いたくないな。めちゃめちゃ乾燥する。ドライアイです。ドライアイ、超ドライアイ。グザはユキチ、あ、ててユキチソエリで、なんか最寄りのコンビニに、あのさがペレグミの海にハマってるんですけど、あの HKT 内で爆流行りしてる、あの数人の間で爆流行りしてるペレグミ梅にハマってて、さかもで最寄りのコンビニからなくなってたんだよね。それがもう困るじゃん困るじゃん、こちらからしたら大事件なんよ。もうで今日スーパー行ったらギリあったからちょっと買って。本当になくなってしまうのが寂しい。一生置いててほしい。福沢諭吉を連れてくエイレ、ちゃ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 、
ねえ、気づいたらなくなっちゃうのよ。寂しいや。寂しいや。なんかはアイアライブのリハーサルに向けてちょっと覚えなきゃいけない曲があるんですけど、とね、困ってるんですよね。てか、違う、さやか、そうだ、アイヤの MV 撮影の時の写真を SNS に投稿したいんだけど、あのね、聞いて聞いてほしい。ちょっとインスタに載せたいのがいっぱいあって渋滞を起こしてるんです。てか、さやかはまずキラキラをね、3連投稿したくて、あれしてたらサンリオのイベントも終わっちゃったし、だから載せたいんだけど、まずキラキラを載せさせて。ちょ、今載せるわ。昨日載せようと思ってたんだけどさ、寝ちゃってて、さっきの起きたら日付超えてた。載せるね、一旦載せるね。キラキラ、一旦キラキラさせて、一旦キラ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 させてもらって、インスタ一旦キラキラさせてもらって。でもね、最近なんか、なんていうの、なんかね、苦手なんよね。そのインスタとかツイッターの投稿作るのに時間かかる人だから、そう、なんかね、ちょっと難しいんだよ。あ、今123で投稿。うわ、なんか投稿したくない投稿したくないな、なんか。教えます。教えます。ああ、はい、教えます。シェア、シャア。載せました。シャア、シャア、シャア、シャア。最高、キラキラ3つ並んでるの可愛すぎる。可愛すぎる。福沢諭吉を連れてく。頭から離れない。星スター、星をめがけてスターリン、スターリン。なんかないかな、星。なんか可愛い星。これが可愛いんだ。ね、冬が一番好きです。最高。なんか前は春だったんだけど、今はね、冬が一番好き。なんかひんやりしてるのも、服も、街がキラキラしてるのも、全部かわちい。全部かわちい。今日はこのボアブルゾンを使って、あ、今日は音楽教室に行くので、はい、皆さんいいねしてください、インスタ。パンツはコーデュロパンツ。
カピカピしちゃう。よいしょ、はじめまして。そう、ハステムスのやつです。可愛いよね、ハステムス。ハステムスはマジで街がキラキラしてるから大好き。冬超かわちい。最近さ、てかちっちゃい子が大好きで、もともとちっちゃい子すっごい好きなんだけど、最近YouTuberTikTok とか、まあ、ちっちゃい子がすごい大好きで、前からなんだけどね、ゆずみつっていうね、なんか方がいる、なんていうのかな、あれはいるんだけど、そのみっくんのゆずちゃんが一番上お姉ちゃんで、みつくんが次男、長男くんで、てるもいるんだけど、その下ねの、なんかみつくんのなんかコーデ紹介みたいなのがあるんですよ。 TikTok でゆずみつって調べたら出てくるんだけど、そのなんかみっくんのコーデ紹介がめっちゃ可愛くて、本当に可愛くて、なんかもう可愛すぎて一生見ちゃうんだよね。今日は音楽教室に行くので着替えていきたいと思います。マジで鬼かわいいんですよ。トップスはこの僕のキノコ頭とマッチしてかわちい。チュキめっちゃかわいいの、ちょっと見てみてほしい。マジで一押し。最近なんか下たらずな感じがめっちゃかわいくて、コーデュロイパンツの、コーデュロイが言えてないのもかわいいのよ。コーデュパンツみたいな、あとロゴがっていうのがロボガンになっちゃうのもめっちゃ可愛い、うん、マジで可愛い、本当に可愛い。それキノカートの子供好きなんですよね。本当に可愛い、本当に可愛い。と YouTube で言うとポルポルも好きだし、ふわとみゆ、ふわみゆ可愛いんですよ。あとね、キリスケファミリー、キリノちゃんとフォーちゃん可愛いんですよ。タクトック調べてみよう。あ、可愛い、あ、超可愛い。君可愛いね。そう、あのキリちゃんとフォーちゃんめっちゃ可愛いから見てほしい。キリスケファミリー、もう愛おしい。あと韓国のシアンちゃんって子がいるんだけど、あの子も可愛い。かわいい、本当にかわちい。それか下が欲しかったんだよね、妹か弟。そう、うわ、はるちゃんミラボールありがとうございます。いえ、そう、もうかわちい。どうしよう、困った。マジでかわいいんですよ。本当になんか、なんかおかしい、この世のものとは思えない可愛さしてる。本当になんかね、えみたいなえみたいな感じ。そう、おすすめです。ちっちゃい子好きな方はぜひ調べてみてください。ゆずみつと一緒とキリスケファミリーとポルポルファミリー。ああ、妹欲しいな。妹弟欲しい。ちっちゃい子ね、しかもちっちゃい子、もうこんな子、ちっちゃい子。あとシアンちゃん、シアンちゃん。はあ、会いたい。なんかちっちゃい子、そのスタッフさんの子供さんが一時期遊びに来てたんだけど、劇場にね、最近来なくなっちゃって、会いたい。
ャチャンチャンチャチャンチャンチャンチャラ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 チ愛おしや。あとなんかお友達が本当に猫を飼い始めまして、そう、その猫がめちゃくちゃかわちいのね。猫飼いたい。でもね、猫アレルギーなんですよね。違うの、最後ハムスターが飼いたいんですよね。ハムスターでもね、ハムスター猫がいいな。ハムスターも飼いたいけど、猫も飼いたい、犬も飼いたい。どうやったら猫アレルギー克服できるんだろう。わかんない、もしかしたら今触ったら別になんか治ってるかもしれないし。そうそうそう、でもなんかそういう勇気はないよね。今日のラメかわいいな。なんか大粒のラメって難しいんだよね、乗せるのが。こっちは乗ってるじゃん。こっち乗ってないのよ。あ、乗ってる、あ、乗ってた乗ってた、ね、なんかうまく乗せれないんだよ、難しいんだよ。猫いいよね。それか猫もね、あのね、あるんですよ。好きな方いるんですよね、このアカウントTikTok に。ちょっと名前わかんないんだけど、可愛いんだよね、本当に愛おしいわ。だからさ、インスタの検索欄のリールのところ動物ばっかり、猫と か, なんかアルパカとかなんかなんかね、可愛い動物で溢れかえってる。スクロールしてもスクロールしてもね、動物。はあ、困った困った。アルパカ飼い主のご飯の食べ方がなんかむしゃむしゃしてて可愛い。口ねえ、いいよね、動物って可愛いね。でチャラランチャラランなってたんだけどさ、ショールームの、 あの右上にある、あのこう配信する人しか分かんないんだけど、あのカメラ切り替えの隣にあるマイクボタンってこれ何なんだろうなってずっと思ってるんだけどさ、何なんだろうこれ。8日の公演でサムライちゃん系になったからモバメ撮って、嬉しい、ありがとうございます。カニ飼ってみたいな癖強、癖強、カニ癖強。何ボタンなんだろうこれ。
マイクオフにできるんじゃない？あ、マイクオフにできるの？ミュート？そんなできんの？押してみていい？すごいね、音消えたんだ。すごすごすご、今なんて言ったか分かりました？今なんて言ったか分かった？あの、聞こえたらみんなコメントでリンゴって打ってねって言った。すごい、消えるんだ音、感動なんだけど。トイレ行けてね、みんな。行くな、配信中に。すごいすごいすごい、いいね、これ。これミュートゲームできるね。これはミュートしてるでしょう、してないでしょうゲームできるね。ちょっとダメだ、下手だ。これでも分かるよね、多分。ノイズとか消えるよね、多分ミュートしたら。だから分かりそう、バレそう。すごっ、新機能すごっ。あ、前からあったか、これ。ライトすごいね。なるほどね、ピンポン鳴った時みたい。あ、確かにいいね、超便利じゃん。すごっ。でもさ、ミュートしながら喋っちゃいそうだよね。ミュートしたの忘れて。なんかさ、あったのよ、最近。あの、昔、高一の頃のオンライン授業で、あの、おじいちゃん先生がいるんだけど、国語のね。そう、おじいちゃん先生がいて、なんか、あの、オンライン授業に慣れてないわけ、おじいちゃん先生。そう、おじいちゃんだからね、やっぱ。機械難しいじゃん、パソコンとか。で、おじいちゃん先生が、一回ミュートにしますね。なんか問題解いててください、皆さん、みたいな感じで。で、その間ミュートにしちゃって、してたのよ、おじいちゃん先生が。したら、ミュートにしてること忘れて授業再開しちゃって。そうで、高一とかさ、なんかその、入りたてだから、みんな言えないのよ、そんな。だから、おじいちゃんミュートになってるままずっと喋ってるんだけど、こっちもなんか言えないし、その、あのチャットにね、書いたのよ、ミュートになってますみたいな。でもおじいちゃんチャットも分かんないから、ミュート気づかないようなおじいちゃんだからね、チャットなんかも分かんないわけよ。そう、あ、おじいちゃんね、授業終わるまでずっとミュートで喋ってて、こっちはあの黒板見ながら、あ、これ書いてるなって黒板メモして、んで終わる頃におじいちゃんが気づいて、あ、もしかして僕ミュートのまま喋ってましたって言われて、あ、ごめんね、次もやるねって言われて、次また、はい、解説するねって言って終わりましたね、授業。可愛かったおじいちゃん、多分もうね、見なくなっちゃったんだよな、おじいちゃん先生。元気かな。でね、大好きなおじいちゃん、鬼滅の刃が好きじゃないんだよね、おじいちゃん。なんかね、絵が嫌いらしい。めっちゃもらう、僕ね、鬼滅の刃好きじゃないんですよって授業で、なんかね、絵が嫌いでねとか言って。本当におもろい、かわいいおじいちゃん。ねえ、他にもね、ちょっとおじいかわいいエピいっぱいあったんだけど忘れちゃった。なんとかな、去年とかいっぱいあったんだよな、おじいが。なんか授業中にめちゃいろいろ話してくれて、おじいちゃんが忘れちゃった、何だったっけ。そう、かわいい、ね、おじいちゃん。あ、僕この辺に住んでるんですけどねとか言って。ね、かわいいです、おじいは。そろそろ終わろうかな。いいよ、暮らしょー。
今日はね割とたくさん寝れたので満足なんですけど、明日もあるのでね。ね、あ、そうですね、出てたらしいね、見ました、なんかツイッターでさやまるって言ってくれてるファンの方、嬉しいですね。そういうなんかテレビとかでさ来た時にさ、自分の名前がまさか出る日が来るなんて思ってなかったので嬉しい。では壇上を読みます。順位順位って13位、順位ってやば、13位ミフィラスさん、12位ハルちゃん、11位クロちゃん、10位カンタさん、9位チャムワさん、8位クボテツさん、7位白いクマじゃなくてさん、6位前乗りさん、5位トールさん、4位パパサヤカさん、3位シュウさん、2位佐賀の丸さん、そして1位さやまるを語る主人になりたくてさん、ありがとうございます、ありがとうございました。あ、そした明日はね配信できるかな、明日もすると思うのでぜひ見に来てください。明後日はね、明後日からまた公演があるので、リノの生誕祭と続きますね、嬉しいですね。で、多分もうあっという間にアイアライブの日になってるんだろうなって思いますね。楽しみな一週間の始まり、健康に気をつけて楽しくいきましょう皆様、何があってもでは終わります。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。